欲しい。話をしますかね。これはアップしないでしょう、きっと。昨日、おとといか？ん？昨日の晩か。アラスカから帰るのを決めて、それで今帰るのを決めてから景色の色が変わる。そう感じる、本当に。まあ、俺の勝手な考えで思い込みには過ぎないとは思うけど、本当に優しくなるんだよね、色が。勝手な思い込みなんだけど、来るっていうのも結構大変だったけど、帰る時を決めるっていうのはまた逆に結構難しいもんで、やっぱりそこには野心とか、まあ分かりやすく言うとカナダでスチールヘッドを釣りたいとか、そういう気持ちがやっぱ強くあって、でももう少しウォージャラシを試してみて、それでなんかある気はするんだけどね。一匹ぐらいはなんか変なやつがいると思うんだけど、それでダメならまあ仕方がないし、よかったらもちろんそれはいいことだし、2ヶ月を超えたあたりからかな、もう体というか気持ちが限界になってきたのは。それまではなんかいろいろ突っ走るというか、そうしなきゃいけないみたいな気持ちが、なんかやってやるぞみたいな気持ちがあって、紅酒に口を使ってもらえて、それで嬉しかったんだわな、きっと。まあほとんどうまくいかなかったって言えばうまくいかなかったかもしれないし、もっとやれると言えば、やれると言えば、まあ正直別にまだまだ1ヶ月2ヶ月平気でやれるだけの気持ちはまああるっちゃある。まあ金も続かないっていうのもあるけど、別に平気といえば平気。この辛い気持ちとかそういうのを長く続けて、ね、長く大変な気持ちになるっていうのも結構貴重な経験だとは思うし、今帰るのはちょっと少し早いかなとは思う、俺は。でもなんかね、それでいいんだっていう気持ちになっちゃったから、まあアラスカクエストなんて言ってるけど、第一章はもう少しで
終わりを迎えるんだね。なんか自分のためっていうのもあるんだけど、何かのためになんかこうずっとやってきた気がする。別に人のためとか他人のためっていう表現は使わないにしても、今何がどうこうなるっていうのはまあ期待してた通りには全然ならなかったけど、それでもまあ今の俺のこういうなんていうのかな、言葉でどうこうっていうものではないんだけど、今みたいな気持ちになれて、そういう安らかな空気感でアラスカを過ごせるっていう、このおそらくあと長くても2週間、まあ1週間ぐらいでしょうきっと、そのぐらいの期間を過ごせるっていうのはね、もちろん体の疲れとかはまあ正直あるんだけど、そういうものだけじゃなくてね、いろいろあるのよいろいろあるのよ本当に。すべて全部が全部言葉に変換してどうこうっていうのはなかなかないと思うけど、今の俺っていうのをなんか客観的に見てみて、10年前の俺がすごく驚くようなことをやってて、できっと10年後の俺にとってはなんかねニヤニヤできる動画を撮ってると思うんだよ今ね俺は。こういう場所が地球にはあって、でそういう場所でまあごく短時間ではあるけど過ごせて、なかなかね10年前の俺はビビるよねきっと、そう思う。未来はどうなってっか分かんないけど、結構悪くないと思うぜ俺は。まあおそらくうまくいかないことだらけでしょう、俺の未来も今もそうだし、でもまあそれでいいんじゃねえのわかんねえけど、まあほとんど魚釣りはしてないに近いよねこの旅も。慣れることに精一杯で、なんか魚釣りでどうこうっていうのは正直なかったよ。でもまあいい風が吹いてるよ。昨日は雨で今日はまあ曇り、うん晴れかな気持ち的には。
まあもともと躍起になってあんまり魚釣りをする人じゃないんで、こういうポケットする時間がね、結構好きなんで。ほんとね、足元の雑草の一本一本までなんかね、笑ってるようなね、勘違いができんのよ今は。本当いい旅だったと、まあまだ終わってないけど、いい旅になったなと本当に思うな。いい旅、夢気分。いや本当夢気分だね。いい旅、夢気分、本当に夢気分だね。この気持ちは言葉にするなら夢気分。だって俺が一人でアラスカにいるんだもんね。まあ、ここは相変わらず、ケリー・ペターソン・レイク、どっちか。素晴らしい場所です。アラスカの一部のね、キーネイ半島っていうところだけど、世界一サケが登る川があって、でっかい自然があって、そこに小さい人間が一人いて、その一人の人間がいろいろ考えるわけだよ。まあ、悩んだり苦しんだり、なんか結果が出なくてイライラしたり、自分のイライラのせいでトラブルが起きて、そのトラブルがさらなるトラブルを呼んだりとか、結構ね、トラブルっていうのは乗り越える楽しみもあるんだけど、そういうのは体力がない時にしか案外できないもんなんだよね。今は体調はすごくいいし、まあ気持ちも安定してるかな。ただ帰ることを決めたことによって気持ちが安定してるっていうことなんだよね。これで帰らずにずっといる場合だと、こういう今みたいな気持ちにはなれないんだよね。まあ元々の最大の目的が、生きて元気な姿で日本に帰るっていうのがこのアラスカの旅、まあ通称アラスカクエストの最大のテーマでしたから、それを実現することが、うん、俺の義務なんで、それ以外のことに関しては義務はないね。しなければならないとかっていうのは結構疲れるからね、俺みたいな人間には。まあ、こういう場所があるっていうことが
すごいよね。本当にすごいと思う。すごいと思うよ、本当に。飛行機ですぐだよ。一日もかからずにこんなところに来れるっていうね。すごい時代だよ。100年前の29歳の若者にとっては夢の夢のそのまた夢だよね。月に行くようなもんだよ、きっと。そんなことをね、俺ができんの？できんだよね。これは可能なんだよ。アラスカに来て魚釣りをする、旅をする、2ヶ月以上旅をするっていうね、そんなとんでもないと俺は思ってたことをさ、今はできんだよね。すげえと思う。本当にすげえと思う。日本も確かに楽しいし、生きてて快適だし安全だし、怖い思いなんて、まあヤンキーのお兄ちゃんに絡まれるぐらいか、死にはしないよね。グリズリーのデカさだったり、あのブラックベアの暗闇で光る、まあ、暗闇というか森の中の闇なんだけど、森の中の闇から光る二つの目とか、本当に心臓が凍るよ、あれは。でもね、今こうやって俺は生きてんだよね。それでも、まあブラックベアに関してはちょっと俺は無礼が過ぎたなっていうのは正直思うし、あんなことしたらまあ睨みの一つや二つぐらいで済んだのは儲けもんだよね。無傷で心臓が凍って皮膚がしびれたぐらいで住んでるから、生きてるからね、俺は今。たかが魚釣りからさ、まさか、まあ他の他人のすごい人がやるのだったらまあある程度予想はつくけど、まさか俺みたいな人間がアラスカに一人で来て、で旅をして釣りをしてホットドッグ食べて、そういう生活をね、まあ人生にの中ではすごくわずかなことなんだけど、できる瞬間が俺の人生の中にあるなんて思わないよね。本当1年前の俺でもきっと思ってない。夢の場所って言われてるこのアラスカが、実は日本の自然とあんまり変わらなくて、まあもちろんそこにいる魚は雄大で、そこにいる野生は強くたくましく、
かっこいい。それはね違いではあるんだけど、でもあんまり変わんない。これは初めて来た時と一緒かな。ただこっちの方がきっとねありのままなんだと思う。変わらないけどこっちの方がありのまま、ありのままそういう姿なんだと思う。変わらない姿でここはあるんだと思う。あんまり言いたくないし言葉として出力するのはどうかなとも思うんだけど、この場所にはね一瞬だけでも死んでもいいかなって思える時がある。まあその数分後には、やっぱり死んじゃいけないかなっていうふうに思うんだけど、でもそれだけのものがねここにはあるよ。俺の勘違い思い込みかもしれないけどここにはある。まあ10年後の俺が今のこの姿を見てどんな風に思うかっつうのは正直わかんねえし、まあそれは10年後の俺に、まあ10年後の俺がどう思うかその時になってみないとわかんないし、それはまあ時間が経たないとわかんないことだし、でもこの時間の輝きっていうのは誰にでも経験できることなんだけど、ほとんどの人がやらないこと、誰でもできるけど誰もがやろうとしないこと、ほとんどの人がやろうとしないこと、そういうものっていうのはやっぱり普通の人には経験ができない。何かね、これは経験言うのもどうかと思うけど、肌、空気、風、大地、水、空、それを体で感じないと何にも分かんない。動画で素晴らしい景色は伝わるし、ここが美しい場所だっていうのはもちろんわかるけど、それでも匂いだったりそういうものはやっぱり伝わらない、わからない、わかるはずもない。まあそれで、まあそれがね情報の力の限界だよね。どこでもドアでもあれば別だけど、まあ今のところ発明されてないし、でもどこでもドアで来たら感動しねえよなここは。まああれは便利だけど、アラスカは目の前になくてもいいと思うな俺は。
まあある程度遠いからこその小さな苦労の積み重ねを何つうのかな、よく来たなおいおいみたいな、そういうことをしてくれると思う俺は。俺みたいなやつでも相手してくれんな、アラスカは。すげえことだよ。さて、おう、26分よく喋るね俺も。10年後の俺、今の気持ちを忘れたらいけねえぜ本当に。今のこの気持ちは嘘がね一個もねえんだよ。なんかいろいろ事情とかが変わってて、まあうまくいかないことも結構相変わらずあるとは思うけど、今のこの気持ちっていうのはね初めてだよ。慎重に臆病でいい、ただ行動はするべし。あら、ハエが、ハエが、まあいいや。10年後の俺も独身なんかね、わかんねえけど。ああ、モテねえかな、しかし。でもまあ、この瞬間を生きてる今の俺からのメッセージが10年後の俺に何かを残せたら、それは結構悪いことじゃねえんじゃねえかなと俺は今思う。今日は久しぶりに会ったけんだよ。アラスカは優しいぞ本当に。太陽はあったけ、水は冷てえかな。でもね、清らかだ。今後の俺がどんな人生を歩むかはまあわからねえ。まあ結構うまくいかないことが多いと思うよ。てかほとんどうまくいかないと思う俺みたいなやつだな。ただそれでも ここはね俺は受け入れてくれたと思う。本当に受け入れてくれたと思う俺みたいな人間を。今ねうまくいかないことだらけで、うん、でもその中で小さな成功が魚釣りであって、そして思い返せばあの一匹目の紅鮭だよ。本当にあれは奇跡だった。
と紅鮭っていう魚は最高だな。本当に最高だわ。あの魚は今俺のこの肉になって変わってるけど、形は。紅鮭本当に泣ける。貴重だからとか数が少ないからとか、まあ紅鮭に関しては数が多いからどうこうとか、数が多いからね貴重じゃないっていう意見は間違ってる。数が多いから尊くないっていう考えは間違ってる。あれだけ人間の心に響く魚はね、いない。今までの経験上、確かにまあキングサーモン釣れたらいいかなとも思うし、まあ今シルバーサーモンのランは始まってるから、おそらくローワーキー内ナプタウンラピットラ辺に行けばきっとまあ釣れないこともないでしょう。ただサイズはねファーストランだから多少小さいみたい。でも俺はアッパーキー内でもう少しだけ、まあ紅鮭かもしれないし、まあニジマスかもしれないし、ドリーかもしれないし、それは分かんないけど、もう少しだけ魚釣りをやって、それで日本に帰る。今日は何日だ8月15日だね。終戦記念日か、うん、こんだけでけえ国に、それとまあ対等に戦えた、それは誇りだよね。俺はそう思う。負けたからって滅びてるわけじゃないんだ今の日本が。卑屈になる必要もないし、二度と繰り返しませんとか、そんな負け犬根性丸出しなことも言う必要はない。これはね俺にとってもかなり難しいことなんだけど、まあ、10年後の俺がやれてたらちょっとまあいいかな、合格点かな今の俺からっていう感じではあるんだけど、戦争の尊い犠牲、これは間違いなく尊い犠牲の上に成り立ってる今の平和っていうものがあって、でその平和があってこそ俺みたいなやつは、まあ俺みたいなやつでもこうやってアラスカに来れるんだよね。これはねオタクたちにもちょっと言わないといけないことなんだけど、まあ俺自身にももちろん、戦没者、英霊の方々、ああいう人たちに、あの方たちに感謝をする気持ちがあるんだったら、口だけの愛国心じゃなくて行動で愛国心を示す。それは具体例を挙げれば非常に簡単なことで、子孫を残す、そういうこと。
子孫を残すためには何をしなければいけないか。英霊の方たちが喜ぶのは、一番悲しむのは日本という国がなくなること。そして英霊の方たちが喜ぶのは、日本という国が日本であり続けること。それが口だけじゃなくて行動、それで恩返しをする行為。俺にはちょっとなかなかできねえけどな。そのために子孫を残す努力をするというのは難しいし、なかなか大変だし、自分中心になかなか生きて好きなことをやっていくことはなかなか難しいと思う。でも口だけじゃない愛国心、愛国心なんていう言葉は本来当たり前のもんだと俺は思うんだけど、本当にね、当たり前のことだと思うんだけど、やっとね、今の時期、今の時代になって日本人が愛国心っていう言葉を口にしていい風潮になってきてるね。やっと。でもそのためには日の丸を振ることとか君が代を歌うことも、もちろん大切な行為なんだけど、でその後日常に戻って何も変わらない生活をしてたら、それはきっと愛国心って呼んでいいのか。俺は違うと思うな。日本という国家を未来永劫存続させることが俺たちの義務なんじゃないでしょうか。公への奉仕、そういう形になっていくんじゃないでしょうか。それは結構俺や今の若造たち、セックスを遊びにしたり、自分中心に生きたい人間たちにとってはかなり都合の悪いことではある。俺たち世代は結構結婚っていうものがね、こうキラキラした生活でないことをいつの時代からか知ってしまったんだね。いつの瞬間からか。だから結婚しないのよ、今の男は。オタクたちが初音ミクだったりね、他のキャラクターいろいろいるけど、そういうのに走るのは結婚しなくていいからだと思う。俺は都合のいい時に相手をしてくれる、電源を入れれば相手してくれる。可愛いとは思うけどな、俺も。ただバーチャルではあるとは思う。ただの情報、細かくしていけば点の一つ、そこにね人間の思いや気持ちは込められるけど、それはあくまでデジタルなもの。批判してるわけじゃなくて、そういうのは事実。いいと思うよ、素晴らしい文化だと思う、ジャパニメーション。そして日本のオタク文化、素晴らしいと思う。俺も見てて楽しいしね、オタクたちはね、本当にあいつらは結構楽しんでるからね。俺の方が上だけど。
上だろう、だってアラスカに来てんだぞ一人で。上だろう、こりゃ負けねえよ。ああ、これはね、結構伝える動画にする予定はなかったんだけど、まあアップしましょうか、いい加減ここまで来たら。まあ伝えることは、俺のアラスカクエスト第一章はそろそろ終わりを迎えること、そしてアラスカは来ないと何もわからないこと、そしてこの日本もしくはまあアメリカ、アラスカでもいいけど、この平和に感謝する、そういう気持ちっていうのがもしあるんだったら、子孫を残すという、まあ俺にとっては相当難しい課題を残念ながら見つけてしまったということ、この3つかな。行動、それは自分の都合のいいように気持ちいいことをやることではない。辛いこと、嫌なこと、めんどくさいこと、怖いこと、それらをやっていかなくてはいけないこと、それが行動ということなんでしょう。快楽だけを追求するのは行動ではないね。わがまま、自己中、なんつうのかな、でもね、自己中心的も結構辛いよ。何も頼るものがなくて自分中心っていうのはね、結構きついの。やってみればわかるけど、まあ結構公っつうのがね、キーワードになるんじゃないかと思う、そこら辺は。あとは奉仕とかね。さあ結構長くなってきたし、おそらく40分ぐらいになってるでしょう。逆光だからちょっと見えねえのよ。アラスカクエスト第1章、そろそろ終わりが見えてきました。そしてアラスカもその空気を感じ、俺にこういう時間を与えてくれています。まだ終わってないけど、いい時間だったよ。俺の一生懸命というか限界が今だったんだな。限界が今だった。でも結構それなりに楽しいというか、まあ情報としてはまあそこそこ多いんじゃないかと思う。だからね、次に行動するのはお前、なんかやれ。それで結構日本はね、面白くなっていく。次に動くのはお前です。俺じゃねえ、お前が何かやれ。以上、アラスカ、ケリー&ペターソンレイク、どっちかから俺がお送りしたのかな、なんか喋ってました。アラスカクエスト第1章はもうすぐ終幕。バイ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 、あいあいあい、アラスカ最高。いや、ほんと最高だぞ。叫んでみろ、ここに来て。そしたら分かっから、バカどもが。